つ森。クリスマスの裏側、流れてくるクリスマスプレゼントに不備がないかを確認していく簡単なお仕事です。淡々とこなしていくミッチェル、いまいち理解できていないチャチャマル、そしてもっと他にいい方法がないか探す効率中のジャックです。子供たちの笑顔の裏側にはこうした涙ぐましい努力が隠れていました。ただここでジングルが席を立ちました。毎年繰り返している単純作業に嫌気がさしたか、周りのバイトたちがあっけに取られていきました。あつ森。幼稚園児たちのもとにクリスマスプレゼントが届きました。1年間の中で誕生日の次に楽しみにしていたこの大きなイベント、中には一体何が入っているのか。燃えてしまった。突然の火炎放射、驚きを隠しきれない女の子、そして状況を理解できていない男の子、犯人はもちろん水津でした。東京都港区からの刺客、他人の幸せを素直に喜ぶことができません。やってやったわと言わんばかりのこの表情、カメラに対してアピールです。すがすがしい表情で帰っていきました。今年のクリスマス25日は土曜日と重なりました。世間はクリスマスムードですが、土日出勤のアサミとロドリー、いつもと変わらない仕事モードの表情です。ここは一旦作り笑顔、周りに合わせようと試みますが、やはり仕事が頭から離れません。あまり嬉しくない形でクリぼっちを回避していきました。ただ大人になるとはこういうことです。来年はもっと充実させる、そんな強い思いを胸に抱きながら、腕を大きく広げて体を反らす運動に集中していきました。大きな白い袋を持っていれば泥棒でもサンタに見える説、この目のトリックを巧みに利用してリリアンの私物を物色していこうという普通の泥棒です。ただ唐草模様は明らかに怪しい。リリアンが背後を取っていきます。すぐ後ろで感じる視線、さすがにこれはバレてしまったか。時刻は午後3時19分、もう少し遅い時間に動くべきでした。この状況を脱することができるか、うまくごまかすことができるか。袋に手を伸ばしてここはプレゼントを渡していきます。なんとかごまかしました。あつ森。配る家の件数に対してプレゼントの数が足りていませんでした。なんとか道中で補給したいところ、ちょうどいいところにプレゼントが飛んできました。千載一遇のチャンス、曇天の空に向かってパチンコを構えます。さあ行きました。イレギュラーバウンド。不規則に跳ねたプレゼントの箱、水の中へまっしぐら。こうも神様は残酷なのか、ただ寒空の下立ち尽くすことしかできませんでした。サンタに出会った時のイメージトレーニングです。どのようにアプローチをかければ確実にプレゼントをもらえるのか。あざとさで攻めようというミッチェル、チャスは自慢の筋肉を使って力ずくで押し切ろうという作戦です。そして目が合ってしまいました。さあ限りがありますプレゼントを守りきることができるか。歌う作戦です。予想だにしなかったアクション、意外と悪くはありません。これは貢ぐしかなさそうです。あつ森。伊藤洋加藤店長、聖なる夜にタランチュラと格闘中です。なかなか懐いてくれません、ペットのタランチュラ。今回はどのように手なずけていくのか。相手は完全に命を刈り取る動き、ソーシャルディスタンスという概念を完全に忘れてしまったのか。全くもってその間合いは広がりません。ここまで来れば消耗戦、息も上がってきた。ここで手打ちのプレゼント、物を使って気をなだめようというところ、ただタランチュラは止まりませんでした。雪の冷たい感覚とともに店長が旅立っていきました。朝から雪だるま作り、クリスマスムードを盛り上げようというところでしたが、粉砕玉砕大喝采、爆散する雪玉、楽しむ権利さえないというのか。メリーつらすぎます。